から YouTube で取り上げておりましたイエラライブが無事終了しました。ありがとうございました。これは今置いているのはお友達のね方が初開催おめでとうということでお花をいただきました。ちょっとなんか話そうと思っ話そうと思ってたんですけど、なんか急になんか涙が出てきましたちょっとね本当にもう言葉が出ないですね。どうしよう以前からやりたいと思ってたことで、それをやるって決めてからほんまにいろんな方に支えられてここまで来れたかなと思いますだから以前の動画でも言ってたんですけど、あ、本当に感謝しかないですね。本当にありがとうございました。ちょっと涙が止まらないんで、ちょっと一回落ち着いたら撮り直したいなと思います。落ち着きました。はい、すいません。今回演者さん4人4組出ていただいたんですけど、ちょっとその方々との、まあ、どのような経緯で出ていただくことになったかっていうのを話そうと思ってたんですけど、ちょっとね涙が出てきしまって、すいません。落ち着きました。はい、すいません。まずそれぐらい、まあ、自分がねちょっと涙を、まあ、流してしまうほどすごく思い出に残るようなものになったかなって思います。お見苦しい姿を見せましたが、これも、まあ、自分ということで多分 YouTube に上げると思うんですけど、すいません。大丈夫、もう大丈夫なんで、続きを話していきたいと思います。パンフレットを書いてくれた井川修斗くん、本当にありがとうございます。かっこいいチラシを書いていただき、今回実はもう一枚、書いていただいてました。これがこちらになります。反転してると思うんでちゃんと載せますけど、すごくないですかこれは初公開で、当日来られたお客様と演者さんにも初めてこの日にお見せいたしました。ゲラライブのコンセプトが書いているのと、演者さんたちのこう詳細が載せさせていただいてます。で、ジャルジャルファンは、ご存知の通りですけれども、これはチャラ番長ですね。私がねジャルジャルが好きというのを、まあ、もちろんね知ってくれてて、それでちょっとジャルジャル要素をまた取り入れてくれるという、本当に嬉しい限りという感じなんですけど、まあ、そういうところも含められております。本当にご好意で書いてくださいました。本当にありがとうございました。もうめちゃくちゃ素敵なポスターなどではないかなというふうに思うんですけど、家宝にして宝物にしたいなと思ってます。素敵なね4組で、今回の私の記念すべく第1回の初期メンバーの方と勝手に言わせていただきますどの方もめちゃくちゃおもろかったし、もうめっちゃ会場も盛り上がっとったし、やっぱりこの4組に出ていただけてほんまに良かったなってもうめちゃくちゃ思ってます。この4組でないといけなかったかなっていうふうに思ってます。それぞれの演者さんたちの出会ってからね、ここに出ていただくまでの経緯ってそれぞれほんまにストーリーがあるんですよ。やけどそれが全部昨日のライブにつながってたっていうぐらい素敵なねつながりなんです。まず今回出ていただいたこのザキのお二人です。藤田くんとはなんか一緒に面白いことこれからできたらええなみたいな感じで言ってたことがあって、それが今回ね本当に思わぬ形で実現しちゃったみたいなっていう感じでした。さっきは、MC をしてくれて、見に来てくれた方もびっくりしたかと思うんですけど、離れしてるのがエグくて、離れ感エグいみたいな感じでした。こうもう MC をもう2人に頼りまくってたところがありました。その中でほんまにもういい感じに場をね温めてくれたことに、まず本当に感謝したいなと思ってます。本当にありがとうございますっていうね、さっきとの出会いです。で、今回のこのライブの構成も来ていただいたお客さんに、構成がすごい練られててよかったって言ってもらってめっちゃ嬉しかったんですけど、今回はその、まあ、ほぼほぼ構成作家でなっている藤田くんと一緒には考えて、ほぼほぼ藤田くんのその脳内の、考えを
私がコードに移るみたいな感じの流れでやってたので、本当にそれを言っていただけてやっぱ藤田くんすごいなと思いました。そして私はこのザキを漫才を YouTube で見たことがあって、単独ライブも2回彼らは東京でやってたんですね。でこんなにあの頭のおかしくて面白い2人が大阪にもなんか来てほしいなみたいなとかっていうのを本当にうっすら思ってたのが、今回ねやろうって決めて、あのそれが実現できたこともすごく嬉しいなと思います。大阪にまたね来てもらえるように、さっきは絶対に呼びたい一人だなって感じでした。オファーをさせていただいたのがジーンくんでした。ジーンくんも同じくジャルジャルつながりだったんですよ。でジャルジャルに興味あるやつで、本当にいつか忘れたんですけど、ジャルジャル好きな子っていう認識をしてて、でお互いなんか YouTube のチャンネル登録をしてて、おもろいなっていう感じで思ってた子だったんですよ。直接 DM をさせていただきまして、気になってたので、あのオファーしてもらえて嬉しいっていう風に言ってくれて、それであの出演がもう速攻で決まりました。ほんまに嬉しいですよね。あのここまで2組に関してはマジでジャルジャルがつなげてくれたなんか縁なんで、ジャルジャルありがとうございますみたいな感じにはなってくるんですけど、そういう形の経緯でした。出演していただいたと私がありがとうって感じなんですけど、あのめっちゃ嬉しかったって言ってくれた言葉が聞けて、あほんまにジエンくん呼んでよかったなと思いました。ジエンくんだけ唯一言ったらこう YouTube とか SNS をメインに活動してるから、実際にこういったらお笑いライブとかの舞台に立ってる数って多分今回の演者さんの中で一番少ない中で、最年少ということもあって多分ちょっと緊張も絶対してたと思うんですけど、あの本当にね堂々とした、もうなんかもう出たらもう離れしてるような、あの堂々としたネタをしてくれてたので、ほんまにすごいなと思いました。いやほんまにすごかったです。続いてが紅葉くんです。ちょうど1年ぐらい前なんですよ、出会ったのが。お笑いじゃなくて、もともと私カフェ行くのが好きで、カフェアカウントを持ってたんですよ、インスタで。でそこで偶然仲良くなって、R1 グランプリに出場するために大阪で1回戦を受けるみたいな、そうなんやってなって、そうやったらぜひ会いましょうみたいな感じで会って、一般の人が私 R1 グランプリに出るって結構すごいことやなと思って、めっちゃおもろそうと思ったんですよ。夏から大阪に来て、今松竹芸能の養成所に入ってるっていう感じなんですよ。それであの出てほしいっていうことを言ったところ、ちょうど1年前の大阪に来て R1 グランプリを受けた時に、私もなんかお笑いライブをやるのが夢っていうのをね言ってて、それちょっと私が忘れてたんですけど、でそれをあそういえば言ってましたもんねみたいな感じで言ってくれて、もう言ってたと思って、でその時に私あもうやったらよかったら出てなその時とかって言ってたんですよ。それ思い出して、ちょっと待ってそうなっちゃってるみたいなっていう感じなんですね。で、こうよくほんまにマジで養成所に通ってる人なんかなって思うぐらい、もうめちゃくちゃおもろかったですし、もうね、エネルギッシュでアドレナリン出まくり のネタをしてくれたんですけど、もうめっちゃ面白かったです。本当に最高でしたね。ここまでの、3組っていうのは私がこのライブをする前までに知ってた方々でした。青い魚さんだけ実はライブをするって決めてから私が知ってオファーをさせていただきました。大阪でフリーの方、アマチュアの方、他 その、吉本以外の松竹芸能の方々が活躍されている楽屋 A というライブのことを知ります。はい、もともとちょっと名前をちらって聞いてたんですけど、 YouTube を見てて偶然青い魚さんのネタを見た時に、すっごい独特やし、でもすごいなんか柔らかいしみたいな感じで思っとって、この二人気になるってなって、お二人のやってるね YouTube チャンネルもあるので、それを見て、あめっちゃ面白いってなったんですよ。青い魚というコンビが組まれるまでの芸人人生っていうのもあの YouTube 上で上がってるんですけど、それを知った時に、あの芸人さんって本当にこのライブのコンセプトでもありますけど、母数が多すぎる中、あの日の目を浴びてない人ってたくさんいると思うんですよ、まだまだ。あお笑い芸人さん続けてきてくれてて、大変なこともきっとあったと思うし、やめようかなと思ったっていうことも、まあ、ちょっとねポロッと言ってたりもされてたんですよ。でもそんな中、今もね芸人さんを続けてくれてることがすごいことだなと思いました。もちろんこれはね芸人さんだけじゃなくですけど、何でもそうですけど、継続し続けることってめっちゃ大変やと思うんですよ。それをお二人は続けてくれてたことに、こういう人たちを私応援したいって思って DM をさせていただき、あの出ていただけることが決まりました。
でその後も、ライブに何度か行かせていただき、あ、やっぱりこのお二人めちゃくちゃおもろいからほんまにオファーしてよかったって思ったし、実際このライブでもあのめちゃめちゃ盛り上がってました。もうほんまに最高でした。ありがとうございましたっていうような、このね4組の方々に今回出ていただきました。ほんまにありがとうございました。また泣きそうまた泣きそう。今回の第1回目ですけど、次回来年の5月に私はやるって決めました。まだ何も決めてはいないんですけど、やることだけは決めました。本当にもういろんなねこう思いが詰まって、ただ変わらずあったのは、まあ、自分には情熱と愛を持ってこのライブをやるっていうのを、まあ、決めてたので、まあ、それだけは変わらずできたかなって思いますやってよかったなって思いますし、演者さんたちにもなんか出てよかったって、楽しかったって言ってもらえたりとか、お客さんもなんか来てよかったとか言ってくれたこともめっちゃ嬉しかったなって思いますマニアのお笑いが好きでよかったなって思ったし、本当にこの出ていただいた4組の方に出会えてよかったなって思ってます。オルフィセンコルクが崩壊して涙が止まらないんですけどけどでも本当にそれぐらいすごくいいライブになったかなと思います。見に来てくれた方とか、見に来れんかったけど応援してくれてた方、本当にありがとうございました必ずまたやって、少しでも出ていただける演者さんの役に立てたらなと思うので、これからも頑張っていきたいと思います。見苦しいところを見せてしまいましたが、ここまで見てくれてありがとうございました。ちょっと泣きすぎてごめんなさい。ありがとうございました